フィギュアスケートで北京五輪団体戦に出場したヴィンセント・ジョー。アイスショー、スターズ・オン・アイスに出演のため来日していたが、公演を終えて、人生の中で最高の数週間となりました。私は大阪と東京の全てが好きです、などと感謝を記している。ジョーは北京五輪で団体戦、男子フリーに出場。米国のメダル獲得に貢献していたが、その後、新型コロナ陽性が判明。個人戦の出場は叶わず涙を流したが、最終日のエキシビションでは熱演。3月の世界選手権では3位と復活していた。この度のアイスショーでも日本のファンを喜ばせていたジョー。自身のインスタグラムに共演者の写真や日本の街並み、ユニクロでのショッピングを楽しむ写真などを公開した。文面には、私の人生の中で最高の数週間となりました。素晴らしいショーができただけではありません。私の周りのファミリーのおかげでスペシャルな経験ができました、と感謝した。続けて、私は大阪と東京の全てが好きです。街並み、文化、美しさ、ファッション、ショッピング、食事など、キリがないくらい好きです。またすぐに戻ってきたいです。私を招待してくれてありがとう、と、日本への愛を記した。海外ファンからは、素晴らしい時間を過ごしたようだね。アメージングな写真たち。写真を見る限り素敵な時間を過ごしていたのは明らか。幸せそうでいいね。良い時間を過ごしたようで私も嬉しい、などとコメントが書き込まれていた。また同じ米国のアリサ・リュー選手が引退を表明しました。ワリエワたちのライバルとしてアメリカに無理やり演出されてしまう部分もあったかと思いますが、それでもあの天真爛漫な感じの笑顔は消えることなく、本当に潔い、アリサらしい引退表明でした。とわじまるインスタ投稿。英語がよくわからない私でも、イエーイって始まるハイテンションな投稿なんだとわかります。目標も達成できたし、本当に激動の11年間だったという内容ですね。どうもスケートから離れる感じではありますが、切り替えも早く、離発なんだと思います。応援してます。健康にだけはお気をつけて。